やばい。おはようございます。うん、やすべさんおはようございます。むっちゃんさん、くろちゃんさん、長崎さん、かずりんさん、ちょうちゃんさん、まずひでさん、赤いマフラーさん、ひょうさん、なべちゃんさん、アルモカさん、ふうくんさん、しまなみドルチェさん、あまぐりくりちゃんさん、わおはようございます。今日は朝配信してる。そう、夜ちょっと配信ができないかもしれないので、そう、夜に。そう、皆さん昨日は LINE ライブありがとうございました。LINE ライブありがとうございました。まぐりくりちゃんさん、花束ありがとうございます。まずひでさん、かわいい、ありがとうございます。うん、くだらないと楽しかった。普通に楽しかった。なんかゲームがめっちゃ楽しかった。むっちゃんさん、タコありがとうございます。あきさとうさん、津田ひろみさん、おはようございます。トークしてた？本当？ラインライブ、A ちゃんとだからもっと広島弁でと思った。でも広島に住んどるけど、てかなんか広島にずっとおるけど、広島にずっとおるけど、出てなかったかな広島弁。出てなかった。そう、ジェスチャーゲームめっちゃ難しかった。早田さん、おはようございます。そう、ジェスチャーゲーム普通に難しかった。でもコーヒーゼリーが当てられたのはちょっとすごくないって思う。コーヒーゼリー当てたのはすごい。ゆらちゃん広島弁じゃない？本当？でもなんかゆらもなんか、なんじゃろ、なんかちゃんとなんか何喋らんといけんみたいな感じで思ったらなんか喋れんくなる広島弁。赤ちゃんに似合ってた？本当？気づいたらなんかここまで全部閉めてた。中学生とか高校生メンバーって平日の8時以降並べ、できない、できない。7時から5時の間はできないです。7時から、違う、間違えた、ごめんなさい、違う。平日の8時から夕方の5時まで、5時以降はできるけど5時まではできない。山ちゃんさん、おはようございます。富士山のジェスチャー、もうあれしかなくない？だって。あと何があったっけ？
山登りと富士山登山とレジ袋だ。レジ袋めちゃめちゃ難かったんだけど、いや答えれなかったんだけど、ラインライブ見ましたよ。ハリさんありがとうございます。おはようございます。むっちゃんさんご自由ありがとうございます。めっちゃ難しかった。昨日柔道のサーメンバーと昼の12時過ぎに対戦したからびっくりした。あれじゃない、なんか押し間違えたとかじゃない、もしかしたら。なんか押し間違えとかじゃない。あ待って間違えたって、この時間できんかったっていうあれじゃない。えなんかそう絶対なんか最初もピッピッってなんかややちゃんが雇ったけん、絶対なんか買い物系かなって思ったけど、なんかもうなんかこうやってなんかカバンの中にこうやって入れる、なんかカバンの中にこうやって入れる仕草がなんかちょっとねあれかなと思ってこれは来たってちょっと思ったけど全然違った。ご福さんおはようございます。そうユラも最初エコバッグかなって思ったけど違ったから、あ何だなと。アイスレモンさんおはようございます。そう最近ね、あの靴ずれがやばくて、そうなんか普通に今まで履いとった靴を、別にそれは靴ずれも何もせん靴を履いてしたら、なんかその靴下、ユラの履いてる靴下がかかとを全部守りきれてなくて、そう。かかとを全部守りきれてなくて、そうかかとの半分ぐらいまでの靴下 でその靴履いたらめっちゃ靴ずれして、もう今両足靴ずれしとる。めっちゃいあのね痛いね靴ずれって。そうだからね今絆創膏貼ってるんだ両方。安部さんご自由券ありがとうございます。マキさんおはようございます。そうそう安部さん誰も100個ありがとうございます。めっちゃやば、あー白飛びあーあーめっちゃ汚れとるし、もうやだ。33歳になりました今日。あっすごいおめでとうございます。まなみドルテさん、いけいけゴーゴーいけゴーゴー、今日のしまなみドルチさんはいけてるよ、おめでとうございます。いい一年にしてください、イエイ。おめでとうございます。なんか最近すごい誕生日の方が多い気がする。7月に生まれた方が多いの？7月生まれが多いん？7月生まれが多いん。ふうくんさんハートありがとうございます。そうだよ歩くから、そうそうだからなんか最近はなんかちょっとした場所に出るっていうだけだったらなんかスリッパ履いてる。なんかコンビニ行くだけとかだったらスリッパ履いとる。
おめでとうございます。いい、ポケットからキュン。いてててて、待ってね、聞いてください。本当に今ね、肘、右肘打ったんですけど、昨日右肘も左肘も打ったんですよ。そう、右肘も左肘も打って、それはなんでかというと、なんかゆら昨日なんか、まあ家を出たんですけど、用事があった時に、用事があった時に家を出たんですけど、あれよ、お財布を持っていくのを忘れて、でそれはさすがにやばいじゃないですか、財布を忘れたら。だからはやばいと思ってもう一回家戻ったんですよ。でわーってなって、もうやばいやばいやばいってなって、もう何その何時間とか考えて、やばいやばいってなってめっちゃ走って家まで戻って、でまあ家に着いてお財布取って行こうとしたら、あの滑ったんですよね、カーペットで、カーペットで滑って、であのあれがあったんですよ、近くに。昨日ゆらがもぼめ出したあの何鉄板みたいなのがあったんですけど、そう、それ鉄板にガーンって当たったんですよ。あのこけてガーンって、そうこけてガーンってなって、まあそれは鉄板は火がついてなかったんで全然熱くはなかったんですけど、なんかもう鉄板にガーンってなって、まずいたってなって、えほら分からんか、そうでガーンってなって、で次昨日はなんか車に乗るときに、そう車に乗るときになんかこう車ドア開けて、ドアこうやって閉めるときに、こう閉めるときに、ここにひあのドアにガーンって当たって痛かった、めっちゃ。でまず左も痛くなりました昨日。で今あのここで肘打ちましたって感じです。え本当にやばい、なんで肘ばっか打つんじゃろうゆら。てかなんかここに座ったら絶対に肘打つんよね、いつも。ふふ、友明さん59だちゃんありがとうございます。むっちゃんさんアイスありがとうございます。アイス食べたい。むっちゃんさん、アジサイ、朝顔ありがとうございます。わかんえめっちゃぶつけとる、やばいね普通に。であのかかとも何靴ずれしとるし、もうわけわからんゆらわけわからん、本当にほんまわけわからんよ。マゲディクリちゃんさんが19円ありがとうございます。本当にわけわからんくない。ぶつけて水とか飲み物をこう倒すタイプ、あそうですよそうですよ。でもなんかいや普通にあのあれよ、普通になんか家とかでなんか落としたりしたこと、なんかこぼしちゃったとかあるんですけど、あの学校の給食とかこぼしたことマジで一回もない。そういえばないですね、ゆらの記憶上は。あるんかもしれんけど、ゆらはない、こぼしたことないですね。あざだらけになるかな。でもなんか膝とかは結構なんか青字とかできたりする、謎の青字がね今できてますね一つ。そう、なんかね、そうこぼす、まあ、飲み物とかあの何食べ物とか、そうね、知らないうちにできとる青字、なんでなんだろう。別になんか、なんだろう、どっかで打ったっていう覚えもないし、なのになんかできとるよねそう、はい、ということでちょっとランキングを読みたいと思います。はい、
13位エイコンさん、12位ヨピゾーさん、11位なべちゃんさん、10位チョウちゃんさん、9位原田さん、8位赤いマフラーさん、7位安部さん、6位クロちゃんさん、5位てっちゃんさん、4位モヒカのダイナソーさん、3位スンスンさん、2位秋里さんじゃない、3位スンスンさん、2位むっちゃんさん、そして1位はトゥルルルッドン秋里さん、ありがとうございます。イエーイはい、ということで、まあ今日はちょっとね夜配信ができないに近いんですけど、できないに近いんですけど、なんかここの半分でできるできないだったらちょっとこういう感じなんですけど、はい、うん、皆さんありがとうございました。はいまださ七並べのお礼のさあれもかけてないけん、もうやばい、ちょっとかけてないから書きたいと思います。秋里さん暑いね、ありがとうございます。ってことでちょっと終わりたいと思います。ありがとうございました。皆さんいってらっしゃい、今日も一日頑張りましょう。バイバーイ。